はい、タンタンです。寸芸の入荷しました。マーチンの、当店のカスタムオーダーですね。マーチン 3K をイメージしてですね、1920年代の雰囲気を、ふんだんにですね、復活させてやろう企画ということで作りました。こちらのモデルですね。ちょっと待ってください。ピントがずれました。はい、こちらマーチンの、ソプラノウクレレでございます。こちらですね、うちの酒井店長の方がですね、マーチンファクトリーツアーということで、マーチンの方に、直接ですね、工場の方に行きまして、材をすべてハワイアンコアを選択して、作った、究極の一本ということになっております。まあ見ての通り、ワンブックで全部作ってるんですね。ブックマッチで作っておりません。そしてですね、まあ音はいいんですけど、後で弾きますけどね。で、今ね、ネック、マーチのネックって、指定しないとなかなかできないこのマホガニーネックですね。こちらもうまく再現できましたので、とっても、いいかなと思っております。またね、木目もなかなかいいですね。そしてヘッドの化粧板もトラメをしっかり入っているものを、チョイスしてですね、こんな感じで作りました。とってもかっこいいですね。こんな感じです。ちょっと弾きましょう。カーリコアのサウンドが楽しめる、印象がいいですね。またですね、これツヤがとっても、いい感じの塗装を最後ですね、グロスフィニッシュですよね、これ。はい、グロスフィニッシュ指定で、作りましたので、今の、マーチンサテンフィニッシュがほとんどなんですけどね。そういった中ですね、このグロスフィニッシュでしっかりと仕上がるっていうところも大きな魅力かなと思います。育てがいのある、長年使っていくとかなり、塗装もギュッと、おとなしくなってですね、より締まったハワイアンコアが楽しめそうな一本ですね。ヘッドは、ロゴなしになっております。こっちもこっちも入ってない、あえてシンプルな作りになってまして、中のこちらに刻印を、マーチの刻印はしっかりと入っているような形の、もう本当にサウンドありきの、やっぱり楽器をね、当店売ってますので、楽器を、作りたいということで、本気の楽器という、ところで、このマーチンのね、カスタムオーダー品をオーダーしたわけでございます。そして、ケースの方はこちらのですね、こちらはもう本当に新しいマーチンのロゴが入った可愛らしい専用の、ハードケースになっておりまして、こんな感じですね。で、もちろん保証書入っておりまして、とっても可愛らしい、
こういったセットで販売の方をさせていただくような形になっております。ぜひともね、これはかなり珍しいマニアックな、ところでしかねこんなオーダーをしないと思いますけど、なるべくお安く出したいと思ってうまく考えられた、スペックになっているわけでございますよ。というわけでこちらをとうとう販売開始となりますので、ぜひともねお問い合わせの方いただければと思います。もちろんこちら1本限りの商品でございますので、よろしくお願いいたします。タンタンでした。バイバイ。